ところがありますが、はい、じゃあ始めていきましょう。はい、第172回キューフゼロニウム紅白戦、はい、スタートします。はい、ありがとうございます。はい、はい、始まりました。本日もニコニコ生放送で、はい、お送りしております。はい、最終的に現在の、参加人数が、まあ、14人かな。はい、ライフ2個でいきたいと思います。28人分ということで、まあ、そうですね。はい、一方ワンピ側がラッシーさんで、ツピ側がイオさん。イオさん、ラッシーさん98勢ではあるんですけど、最近結構ゼロにも、これは大将お互い子供。あ、エージェントチームか、いいな。最近はやっぱゼロニウムばっかやっ、こっちの方がやってるみたいですね、ラッシーさんは。なんかラッシーさんのチームなんですけど、俺今日このチーム使おうと思ってたんですよね。はい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 、これ某数えゴッドさんの。ああ、なるほど、チームですね、確かに。エクサムカップ取ったらしいんで。あ、そうだ、取ったんだ。だからこれとキーさんと、もしもう一回勝てればノビさんのチームで、なるほど、行こうと思ったんですが。さあ、先鋒戦はキングがリードして引っかかる。ああ、いい釣りだったんですけどね、今のは。はい、パッツァですよね。パッツァですね、パッツァですね。関東ワンツーフィニッシュ。そう、クズ島が、そう、クズバター、伸び、伸びゴッド、はい、伸びゴッド、はい、現在1試合目紅白戦始まっております。はい、初手はイオさんのキングがいい感じに勝利して、イオさんはなんかパワーを本格的に使おうとしてる感じがしますね。そうですね、まあ全然いいチームですよね。そうですね、だいぶ安定してますね。ユリはそこまでゲージ吐かないから、あ、まあ、パオにも行きやすいとは思いますね。間違いないですね。さあ、後転で避けるもレイスピンに引っかかる。まあ、なんとかラッシーさん、ここ負けたらかなりヤバかった。そうですね、なんとか踏みとどまっての中堅戦。ほんと漏れてしまったが、ジャック攻撃一発で済む。さあ、まあ、後ろにいるパオのためにもラッシーさんゲージを貯めて貯めておきたいですが、ジャンプ B、 ジャンプ立ち B だ。先にパオを築き出したのが、イオさんですね。イオさんが先に出し、はい、おー、今のすごいな。潰れましたね、潰れましたね。パオ大将なら3ゲージだといいんですけど、2人倒さなきゃいけないので、ちょっとこのお年玉ではやりくりが難しい。そうですね、まだ体力ユリが相当残ってますからね。しかし中断駆使してゲージを使わずダメージを奪っていく。さあ、イオさんももう行ったれって感じですかね、ここは。そうですね、もうとりあえず少しでもダメージをっていう考えで前に出ていく。ライオケに引っ掛けて足払いガード。あー、時間なくなった。ここで吐かずにちゃんとやっていく。今のはちょっと迷うところですね。そうですよね、使ってもよかった感じはしますけど、ちょっとやっぱ後ろにパオっていうことで出し損をしてしまった。時間がない。あー、いい中断2回だったが、あー、パオが若干体力多い。この時のパオ爪削れますよね。どこ書いてんのかよくわかんないですけど。あ、これ正直は五分っすよね。そうですね、まだ五分じゃないですか。あ、うまい、奈落なら2000みたいですよね、なんか。確かにまだ五分みたいな。しかも5ゲージあるんで中央でも死ねますね。ああ、さあ、まだどちらも油断ができない状況。おっとだ、危ない、すごい危ない。おっと、出ないよ。いきなりクライマックス。ああ、押されているのはラッシー側。
最後はしゃがみ B。 張ったのは伊予さん、ハラハラしますねこの試合ね。吐かなくていいんだ、吐かなくても大丈夫と、はい、結構な頻度で来てくれてますね。最近ちょっとあんまりでしたけど、またここ最近といった感じでしょうか。あ、かなり個性的なチームですね。ラケンス、アンディ、クリス、イオさんはユリが一番だった。まあ、このチームだったらまあ相手とか状況によって先方中堅はなんか使い分けられそうですね。そうですね。伊予さんも裏剣数は元持ちからだけあって技の性能とかは知ってると思いますが。なるほど。さあテスタさんはそれをどうやるか。あ、すごい牽制技の嵐みたいになってますね。さあ体力差はほぼないが若干牽制リードか。さあここで有利に傾き、さあ追いつけるか。ああ、最後も足払いでタイムアップ。これはどっち有利ですかね。有利じゃないですか。有利がユリがいけると思いますよ。結構強情になってきましたね、ショキさん。またそしてワンピガはアンディ。あ、中段がちょっと早かったが、おーっと強気に打ってもちょっと厳しいダメージを負ってしまった。そうですね、悪くはないと思うんですけども、ゲージも不利ですから ね、 そうですね。どっかで何か流れを変えたいところ。中段からもう一回 MB の間を縫うような、まあよく持ち直してますが、なんだっけ、サイハが置いてある。なんか 98UM っぽかったっすね。あれなんかティアチェーム強いですよね。強いですよね。セセイはセセイじゃないの？ん？わかんないけど、セセイはセセイって言ってるようにしか聞こえないよね。ないだけですか。まあ、気づけばクリスの体力が半分近く消し飛んでいる。確かに。あ、そうなるんだ。あれ弱小竜が安定ですかね。さあまたもサイハで落として、さあちょっと体力が減ってるのはクリスの方か。欲しくなってきてる。おお、エンディをかわしてシャガシート。さあこの状況、さあ伊予さん相当我慢してますね。ですね。あ、苦しいか。苦しかった。コマ投げ来ると思いますよね、あの距離の様子には。ああ、伊予さんが2連勝。はい。さあパムの兄貴がワンピガーです。パム兄貴、サイファー対空って書いてあるのを見るとなんかストライダーヒルを思い出すんだよな。はい、あのパムさんですね。はい、パムさんですね。なんか私が出る前にあのキャラのリクエストが来てるんですけど、どうしますかね、これは。あ、パムさん、キャラがしっかりしている。このチーム、なんか本当は安定感ありますよね。ですよね。あ、それを伊予さんが何とか癒している。
あ、うまい。初歩拳。あーっと当たらなかった。ここは使っていく。ユリもなんか強さの割にはそこまで使い手がいないですよね。いないですよね。やっぱりユリ使うんだとクーラーとかになっちゃうんですかね。あ、そうですね。なんかやっぱりジャンプもふわっとしてるし、素早くダメージ取っていけないですからね。確かに。まあ難しいですよね。ここはナイが通ってベノムからエンディで落としていく。あの前の吹っ飛ばしいいですよね。あれは本当によく K ダッシュが壊しアインとか振りたくなるところでドンとカウンターヒットしますからね。そして中段、マキシマも強さの割にってやっぱり強い認定なんですかね。強さの割にそうなのかな。結構使ってる人いると思うんだけど。確かに。さあパーム対象ネームレスですが、これはネームレスかなり面倒い。もっと発動が出なかったが、ここは切り返していく。NC が厄介だ。おーっと見てる。ここは行くしかない。まあ、今のはすごい難しいところですね、判断が。ですよね。あそこでなんだっけ、絶衛かなんかがコンボで入ればいいんですけどね。あー、確かに確かに。さあちょっと前を振るのも怖いところだが、おおっと、あ、そうなんだ。あ、そういうこともできるんだね。あ、ここでスワードはゾーボンさん、アットマーク、ゾーボン、あとゴイチャリ動画よろしく。あ、ゴイチャリ動画も、ゴイのチャリオットですよね。そうですね。動画かなり上がってますよね。いろいろ上がってますよね。もうアークゲーも上がってれば、はい、なんかサーティーンとかも結構上がってるらしくて、今は吹っ飛ばし超非 BC で出してるんじゃないですか。あ、そうですね、超非 BC で出して、そうですね、まあ発動と同時に調票出してるっていう感じですかね。まあゴーボンさんはなんか98っぽい。そうですね、草薙京が魂キャラですからね。そうですね。あ、ここはガードポイントうまく取っている。まああのアッパーとかはね、ほんと98っぽいですよね。アッパー大工、アッパー大工。あーっと当たれなかった。あ、そうか、 V1 ちょうど去年か。あー、はいはい、ありがとうございます。さあ最後は昇竜と立ち火が相手になる。そうか、去年の成人の日は V1 グランプリ、 V1 でしたね。私ここ来るのに2時間ぐらいかかりましたよ。雪降ってましたよね。さあやはりちょっと球足と勝手が違うのがなかなか苦戦していますが、ここは投げで暴れて、あーっと漏れてしまう。さあ予算は本当きっちりですね。ですね。この ND とかなんか98っぽいっすね。そうですね、振り方がね。うわ、走ってきたところにアッパー。あー、またクリスが1枚。さあここはクリス側が3枚抜かなければいけない状況。そのためにはこのユリを早めに始末しておきたいが。さ
まあ、昇竜拳と昇竜拳と言いながらなんかねストホもやってるせいかセビキャンまで出ちゃうんじゃねえかと思ったんですけど。さあなんとかジャンプ飛ばし当てる。このゲーム発動コンボできなくても、まあ、キャラによっては全然じゃないですかね。霞とかは全然いけると思います。発動コンボの代わりにスーパーキャンセルのタイミングさえ分かればいけるキャラもいますからね。 K ダッシュとかがそういう例だし、振り向かないジャンプ。あー芝居に噛み合ってしっかりキャンセルしていく。ドン。さあすでにヤシが座っている。座ってる。さあ一番平成勢に見えない人ですよね。ね、見た目がちょっとヤチ、ヤチくん空ら系ひなこですが、ひなこ覚える程度で、まあ、そうですね、もしその基本的なものを知ってれば別に、うん、あとは発動コンボですね。ひなこはちょっと使う時もあるかな。 ありますね。さあ試合の方は始まっております。さあヤシ君裏ヤシランダムで裏ヤシロ出ましたね。あランダム、さあ98であればユリにもその牽制面で全然勝負できるというか、むしろ裏ヤシロが有利にことを進められると思うんですけど、 こっちではどっちが有利ですかね。こっちださすがにユリのに分があるんじゃないでしょうかね。分があるが出ましたね。分がある、さすがですね。さあ苦しそうにしてます。あー苦しい、早出しのジャンプ通しもしあがし、陽気なバンドマンが死んでった。はい延長ありがとうございます。ま、はい、もなくですね。さあ2番手出てくるのはヤシの K ダッシュ。あここで持ちからの登場。はい、延長 OK ですね。あーヤチ君、裏ヤシロの分をこの K ダッシュで返していかなきゃいけない。さあなんとか画面端に追い詰めていくが、しっかり落としていく。さあ距離を取り合って、うまい。あ痛い。ピンタに連発からの3連発。さあ嫌がらせが続く。さあリバハイでよけるも一発もらって、おっと今のはスラッシュが出なかったか。ピンタは、まあ、ダメージこそ低いですけど結構ゲージも溜まったりして、そうですね、あと置き攻めと強制ダウンなんでね。隙が極端に少ないですよね。あそうっすよね、本当に読んで小ジャンとかしないとフルコンが難しいですからね。逆にあのユリの超アッパーやられたりしちゃうから、そうですね、あの後 ね。さあヤチは画面上追い詰めていく。さあこれがキャンセン点。さあ遠距離戦が続いていきますが、うまい。おっと、そしてちょっと嫌な展開。さあ伊予さんは冷静。おっとガードクラッシュもあったんで今のガンキャーはかなりいやらしい。いやー丁寧ですね。ここで丁寧に。ウラドクマが1枚。さあヤチのウラドクマはなかなか希少じゃないかな。見たことないですね。ウラロバートだったらよく見るんですけど、はい、おっと出ない。おっともうつれたところに投げが決まって、今度は外していく。ガーキャンからうまい。と
これは。さあカメラがなんか荒ぶってますが、試合の方は続いております。あーこれはちょっと浦田くまといえどもきついか。あー段階ヒットらないので、あーはいえさあ伊予さんが連勝していく、強いですね。強い。あ、座るはレギュさん。はい、レギュさんが座ってますね。ワンピガですね。さあなんかカメラの調子が悪いな。さあレギュさんのチームも変わらずと。さあキングが出番が多いですね今日は。多いですね。まあ、これもなんかよくわかんないけどいい勝負に見えますね。確かに。キングがさあやはりスラッシュの存在がちょっと怖いので、怖いですよね。メロンももうちょっと打ちづらいか。ああいうところか打てないんですよね、ベノム。そうですね。さあ、よく見ている。しっかりスラッシュも警戒して、裏からしゃがみしいマイビー、これはおしゃれ。どうここは投げる。ああジャンディは本当強いですね、キングの。強いですね。いい技ですね。さあ本当に今日キングの出番が多い。成人の日だからみんな酔っ払ってるのを用心棒として雇ってるんですかね。ほとんど用心棒っぽいですよね。なんか戦い方も職業バウンサーですからね、はい、ここは早めに仕留めて中堅戦かな。よくよく考えるとこの試合始まってから龍子の剣のキャラしか出てないっすね、はい、そうですね。確かにかすみってあと何に出てましたっけ。かすみ龍子外伝ですか。あ、そっか龍子外伝にいたのか。あれあとは他のタイトルって龍子外伝と SVC ですかね。あーそっかそっか、なるほど。あとはまあ96、2000のあたり、あと11か。あと言って間にかすみが沈んで、あレオナ大将この状況。あレグさん1ゲージはちょっと寂しいところ。ムンスラー、しかし流れは悪くないですね。レグさんもこのままいなす感じでキングを倒せばまだいけそうだが、そうですね、じらしていくとやはりキングはもうゲージのちょっと吐き方がね難しくなってくるんで、ね、さあ下段は立ち吹っ飛ばしに絡えてしまう。伊予さん本当ゲージ温存しますね。しますよね。あーこれはちょっとしんどいか。時間があと2秒ぐらい。ちょっとあれかかりますね、ダメージまでにね。かかりますね。分かったのは伊予さん。さあ、谷地2ライフ目リベンジ。さあ、今度はチームをどうしていくのか。セス？さあキャラを迷っているが、裏アタックランダム先ほどと一緒で、ベニマル列車が跳ね上がる。すごい綺麗にまとまりましたね。まとまりましたね。
ちょっと対処が難しそうだけど、浦田くんなんのかな。いやー、そうか。あー、ベニマルキング、本当にもう最強キャラの1個した筆頭みたいな組み合わせですけど。そうですね、ベニマルは本当そう、特にベニマルそうですよね。あー、これは痛い。さあ、タッチーに投げが通って、あ、かなりジージーした展開が続いておりますが、ガキャン しっかりと反動三段が当たらないと思って止めてますね。そうですね、そこら辺の判断しっかりしてますね。当たるところは打つと。さあ、リードはヤチヤがまだ分からない状況。あっ、漏れたか。あ、確かに俺が使うキャラっぽいですよね。あ、確かに。シャガシはベニマル、まあ漏れる技にしてはかなり優秀ですよね。結構強いと思いますけどね。ちょっと上にもあるし。たまに結構カウンター取れるから稲妻仕込んどいて美味しいっていうのもありますからね。あ、はいはい、お見合いから攻め立てていくのはヤチの方。すごいフライングドリル。さあ、しっかりな、ナチができる、あれできる。あれ結構なんかベニマルの登竜門的役割しません？あれできるかできないかで。俺あれワンピが全然できないからだー遅れを取ったいつもワンピ側は雷光剣にするんですけど雷光剣でも減りますからね全然。さあ、先ほどからなんかピンポイントでフライング、うまいフライングドリル打ってますね。ですね。狙いがうまかったが潰されてしまう。うまっ。ボールしっかり。わあ、これは後転に引っかかって。なんか鮮やかな後転だけど潰されたみたいな。はい。いや、ヤチは本当にレベルアップしてますね。ですね。すごい強くなってますね。ここで中堅の K ダッシュ、顔側にとってはたまったもんじゃない状況ですね。これはですよね、改造人間倒してもあの親父いますからね。そうですね、天敵が2キャラも続いております。本当にあれ倒してもこれがいる。裏から一発、やばい、クラも近い、苦しい苦しい苦しい、もう鳥かごや。さあ、ちょっと落とせない、時間も刻々と終わりに向かっている。あっと、爆睡だったと思ったら漏れてしまったか。ゼロドット、無理をしない K ダッシュ。さあ、さすがにもう何をしても追いつけない体力。あー、ヤチくんが勝つ。じゃあ、私行っちゃっていいですかね。はい、大丈夫です。で、はいはい。さあ、ワンピー側が今日のおかずはさくらまなさんです。うん、です。はい、いや、俺知らないんだけど、まあそういう方なんでしょうね、おそらくね。さあ、今日はキャップさんは来てないですが、はい、試合の方は続いております。さあ、 1P やちたい 2P かなさん。
さあヤチがまたそれっぽいキャラ構成になっている。先方戦は意外によく見るこの K ダッシュ対マキシマで、 K ダッシュが負けることもそこそこあるこの組み合わせ。結構危ないんですよね。うまいピンポイントで飛ぶが、あ、そう、あれ、マキシマ当たんないこと結構ありますよね。マキシマだからだと思うんだけど、多分前も見たんだよな、強パン前が当たってるのにシェルが入らない。さあ強気に行くが、マキシマいや基本的には苦しいんですけど、なんかアインにベイパーが刺さったり事故る時があるぐらいな感じです。基本的にはまあ厳しいですね。さあそして同キャラ、おっとうまい、しっかり強パン2圧から、うわうまい。さあガーキャン前転から投げて、さあすごい展開。さあちょっとカメラを復活させてみましたが、また荒ぶるようだったらもう一回切ろう。さあヤチの系出したね、イオリが中堅。さあ状況は K ダッシュが若干不利ですが、さあまだ合ってないようなもんか。さあしゃがみし前を決めてヤチがリーチをかける。はい、本日は、まあ、後から来た人がライフ1個で、はい、ライフ形になっております。はい、なので 1P2P ないのでどっちに誰が出てもいい感じですね。あ、試合の方は浦安が大将で発動状態にある。避けられてノーゲージなので浦安も乗っかりがきつい。ジャパンを釣るが、釣ったが苦しい。